第一次イタリア戦争は、ローディの輪によって後大国時代を迎えていた、近世イタリアにおいて、イタリア半島の掌握を目指して行われたフランス王、シャルル発生による軍事侵攻を指す。中央集権によって大国化に成功したフランスは2万名以上の大軍を動員して、有利に戦ったが、イタリア諸国の激しい抵抗が始まると、次第に苦戦を強いられた。 最終的に新生ローマ帝国、スペイン王国の援助を受けたイタリア諸公軍によって、フランス軍は撃退され、シャルル八世は本国に逃げ帰った。シャルル八世の目論みは失敗したが、以降イタリア諸公の支配権をめぐる戦いが継続することになる。1489年9月11日、ナポリオ・フェルディナンド一世は、強行領との激しい対立を経て、 当時の教皇インロケンティウス8世によって、波紋処分を受けた。インロケンティウス8世は、政治的な立場が弱まった、フェルディナンド1世を失脚させるべく、ナポリオ家の縁者であったフランスをおっしゃるる8世に、ナポリオ家への推薦を与えた。しかし1492年に、ナポリオ家と教会の間で和議が成立すると、波紋は取り消され、この話は、うやむやとなった。 1494年1月、フェルディナンド1世は、息子のアルフォンソ2世に王位を譲って病没する。無視された形になったシャルル8世は、不満を持ち、教会の説得を無視して、アルフォンソ2世に王位を請求し続けた。ナポリに入場するフランス軍1494年10月、オジノルド・ビーコス・フォルツァイルモーロによって、実権を奪われていた、病弱な、 若きミラノ公ジャンガレアッツォス・フォルツァが死没した。機械を逃さずるドビーコス・フォルツァは、老いの妹である神聖ローマ皇帝マクシメリアン一世のヒビアンカ・マリアス・フォルツァに、兄の遺産を与える代わりに、自らがミラノ公を継承する許しを得た。これに、同じご大国の一角である、ナポリ王国が異論を唱え、アルフォンソ二世は、ミラノ皇位を渡すように要求した。 自らの失脚を恐れたルドビーコス・フォルツァは、父の気づいた、ローディの輪によるイタリアの平穏を自ら破壊する、選択をした。シャルル八世を煽り立て、そればかりか自らの領土の通行権を与えたのである。新しい教皇アレクサンデル六世を毛嫌いしていた、シャルル八世は、教会によるかつての推薦を大義名分にしつつ、同時に自らが気に入っていた。 ジュリアーノ・デッラ・ローベル・スイキ教を新たに教皇に即位させる考えを持っていた。そこにイルモーロによる誘いが加わり、シャルル八世はイタリア諸公への戦いを挑む宣言をした。シャルル八世が召集した軍勢は、同時代においては類を見ない大軍であり、フランス兵1万7千名とスイス傭兵8千名からなる総勢2万5千名を率いて進軍した。 1495年7月6日のフォルノーボでの戦闘をまずは南部からミラノ公国に入ったシャルル8世は次に南下してフィレンツェ共和国に向かって進軍した。共和国内ではどちらにつくかで論争が起きたが戦乱に巻き込まれることを嫌った。共和国の民衆は戦手ピエロディ・ロレンツォ・デ・メディチを追放して臨時政府を樹立した。臨時賢主ベルナルドル・チェッタイは フランス王国軍の通行を許可する決定を下した。1495年2月、強行領を退けて、ナポリオ王国に到達したシャルル8世は、アルフォンソ2世の後を継いでいたその弟フェルディナンド2世と退治した。大軍の前に、ナポリ王家はなす術もなく、王都をはじめとする主要拠点を失い、いくつかの領地へと交代した。1495年5月20日に、 王国平定をほぼ終えたとして最小であるモンパンシエハクジルベールは一部軍勢を率いて本国へ撤収した。しかし、シャルル発生自身は大多数の軍勢とともにナポリへ滞在を続けていた。その間、状況を静観していたベネツィア共和国は反仏同盟の形成を進め、アレクサンデル6世やナポリオフェルディナンド2世らと連絡を取り、 また神聖ローマ皇帝にも援助を要請するなど、水面下で準備を始めていた。やがて、フェルディナンド2世が親族であるカスティーリア・アラゴンを、フェルナンド2世の助力を得て、シチリア島から進軍して、ナポリオ国領を奪還した。規律が緩んでいたフランス軍は慌てて北方へと退却したが、そこに、ビネツィア軍、強行軍、フィレンツェ軍が立ちふさがり、 さらには寝返ったルドビーコスフォルツァのミラノ軍も加わって、イタリア諸公に包囲される状態となった。1495年3月31日に、結成が宣言された新生同盟は、イタリア諸公軍、スペイン王国、新生ローマ帝国から編成され、一時はイングランド王国も協力を打診していた。複数の国が結束して一つの国を包囲するという行動は、 それまでの欧州では、ほとんど見られない行動であった。周辺国すべてを敵に回したフランス軍は、イタリア各地を逃げ惑いながら、ミラノ近郊で連合軍に捕捉され、マントバコ、フランチェスコ2世ゴンザーガを総対象にした、連合軍によるフォルノーボの戦いで甚大な損害を、被る結果となった。惨敗の後、生き残ったフランス兵は略奪品のほとんどを置いて、 故郷へと逃げ帰り、シャルル八世は大いにその名簿を落とした。1498年、シャルル八世は雪辱を果たせないままに自己死した。ありがとうございます。